花の谷国立公園の一風景。インドの国立公園は、インドにおける国際自然保護連合のカテゴリー2の保護地域である国立公園である。インド初の国立公園は1936年にヘイリー国立公園として設立され、現在はウッタラーカント州のジムコーベット国立公園として知られている。1970年までに、 インドには5つの国立公園しかなかったが、1972年にインドは保護に依存する種の生息地を保護するために、1973年に野生生物保護法とプロジェクトタイガーを制定した。野生生物の保護を強化するさらなる連邦法が1980年代に導入された。インドには105の既存の国立公園があり、 国の地理的面積の1.33%である43,716平方キロメートルの面積をカバーする。これに加えて16,608平方キロメートルの面積をカバーする75の国立公園が、保護地域ネットワークレポートで提案されている。この報告書が完全に実施されれば国立公園のネットワークは176に増加する。 インドの国家公演のいくつかを次に示す。ありがとうございます。